25cc の内側は子供すぎた。ということで今回なんとですね2ストロークでしかもめちゃくちゃ素晴らしいスペックのマシンに試乗させていただけることになりました。最後に販売された2ストのマシンと言っていいでしょう。それが何かと言いますとこちらでございます。こちらはアプリリアが誇る RS125 でございますね。いやーこの車格 125cc には全く見えない大きな車体でございますよ。さあ2ストのマシンでねチャンバーにも改造されてますね。これ見ていただくと分かるんですが 125cc ながらにアルミフレームが採用されてるんですよ。でそのアルミフレームからのアルミスイングアーム、そしてね 125cc とは思えない装備も一つがフロントフォークは倒立フォークで、なんと見てくださいラジアルマウントキャリパーが純正作業されております。 125cc というよりもはやレーサーの息のマシンですね。それではこちらのアプリリア RS125 試乗させていただきたいと思います。では早速また売れますよ。よいしょ、うわまたがった感じ。 125cc とは思えないですね。身長 161cm は僕は両足はとりあえずつくんですがつま先立ちです。シート高は意外と高めですね。うおー、そしてハンドルもしっかりセパハンになってますね。じゃあキーオンにして、しかもデジタルメーターが採用されてますね。ではエンジンを始動しますか。あれキックがありませんね。そうこのアプリリアはなんとセルでエンジンがかかります。吹かした感じは 125cc のレスポンスとは思えない。では早速試乗していきましょう。出発していく。では早速アプリリアの RS125 2008年式の方に試乗させていただいております。とこちらのアプリリア RS125 は2008年式まで2ストロークで開発が行われてました。2008年以降のモデルはね 125cc だろうが何だろうが4ストロークのマシンになるんですね。ですのでこの2008年式のアプリリア RS125 が最後の2ストロークと本当に言っていいマシンになってるんですね。いやすげえなー。この RS125 何がすごいかっていうとまずマシンのスペックなんですよ。 125cc ながら馬力は28馬力出てます。28馬力。 125cc だよ。もう言ったら GSX-R250R よりもスペックが上ということですね。そして車重が 134kg、 軽量ハイパワー、それでいて 125cc のマシンなんでとにかくコストパフォーマンスがいいマシンになってますね。それでは一速からパワーバンドの加速開けていってみましょう。さあこの RS125 はどんなパワー感なんでしょうか。いきます。これ 125cc ですよ。 125cc とは全く思えない加速感なんですよね。パワー感はめちゃくちゃ高出力、8000回転ぐらいからパワーバンドになっていくんですけど、低回転のパワー感はやっぱり 125cc ならではと言いますか、ちょっと低速トルクは薄い感じがするんですよ。しかしながらねパワーバンド加速していくだけでとんでもねえパワーが出ます。8000回転以降のパワーは体感ですが 250cc 4発の加速よりもいいかもしれないですね。これ高すぎるぞ。これねチャンバーとキャブレターを変更するだけで28馬力っていう出力から34馬力まで出力上がるらしいです。とんでもねえ。これねこれぐらいの車体の大きさがあるから乗っていて満足感がありますね。しっかりバイクに乗ってるんだぞっていう自覚も湧きますし、しっかりバイクを操っている感がね最高に楽しいですね。僕大型の 1000cc のマシンとか乗ってるんですけどあれね重いよ。重いマシンっていうのはやっぱり疲れますし乗り出しがまず大変なんですよ。バイクのこう車庫から出してよいしょよいしょっつってでやっと重たいマシンを取り出しから乗り出す、結構疲れるところがあるんですが、この RS125 だったらもうパッと乗り出してね、でももうセルだしね。 125cc クラスといえば TZR125、 NSR125、 そしてね RG125 ガンマというね 125cc の2ストロークのマシンっていうのもなんだかんだいっぱい盛り上がっていました。国内メーカーの2ストロークの開発は早急に終わってしまったんですが、アプリリアは2008年までねこの2ストロークを作ってました。こいつのポテンシャルはね計り知れないものになっておりますよね。RS125 早速街乗りをさせていただいてます。街乗りの操作感としては確かに2ストロークなんで低速トルクは薄いですね。低速で流してる感じはちょっとパワー不足感を感じますよね。気を抜くとねエンジンストールしてしまったり、あとはやっぱりこの信号待ちとかからのゼロ発進、こういうのは低速で発進してみると、いきますよ、ほら
しっかり開けたとしても全然加速していかないですよね。この低回転のパワーの薄さはやっぱり 125cc 特有だと思うんですけど、高回転の出力は 125cc を優に超えてますからね。8000回転から相当音加速、そしてね 125cc とは思えないぐらいのブレーキ性能、ラジアルマウントキャリパーが標準採用されているんで、ブレーキのタッチ感だったりとかも素晴らしいですし、制動距離がすごく短い。 NSR250R 買ったばっかりの時ってブレーキはね整備前だったんであまり効かなくて、すごい恐怖感があったんですよ。パワーは出るわ出るわ前に進むくせに止まらない、そういうのってめちゃくちゃ怖いじゃないですか。しかしね、こんぐらいしっかりブレーキも効いてくれて、しっかりタッチもいい、これだからこそ安心して乗れるっていうところがありますよね。低速のこのパワー感の薄さを補ってくれるのが高回転の出力っていうところでしょうね。 125cc ながら本格的な2ストロークのマシンと言えるでしょうね。なんかこのマシンのエンジンはレーシングカートだったりとかにも搭載して走らせたりすることもあるみたいですよ。 125cc でチャンバー替えで34馬力ってとてつもない出力だからね。こんな2ストロークのマシン他にはないでしょう。このアプリリア RS125 は MotoGP クラスのあのフォーツナって読むのかな、フォーツナカラーをね模して作られていますね。このね 125cc ながらこのシャキンとした目、この目だったりとかもすごいかっこいいですよね。現行の RSV4100 だったりとかのリタ SS のような見た目で販売されたんですね。2006年から2008年になって一気に現行っぽくなる、2ストロークなのに現行型のような見た目で乗ることができて、それでいて高出力でめちゃくちゃ軽いで、さらにね 125cc なんでタンデムもできます。何このマシンに勝てるマシンあるのか。125cc にはやっぱりこうメリットはたくさんありますよね。タンデムもできて維持費も安い、年間の税金なんて2000円しかかかりませんからね。しかしね、デメリットというと、こんなにパワー感があるのに高速道路に乗れない。正直ね、ブーンと開けていったらマックススピードは150キロくらい出るんじゃないかっていうふうには思うんですけど、しかしながら高速道路に乗ることはできません。そこはデメリットに感じる方もいるんじゃないでしょうか。なんて言ってる間にこちら RS125 を峠道に持ってきてまいりましたよ。やっぱりね、こういう2ストロークのマシンといったら峠を走らなきゃ意味ないでしょ。コーナーリング性能が一体どんなものなのか早速走ってみてみたいと思いますよ。 RS の本気見せてくれ、一足から開けていきましょう。めちゃくちゃ高出力、そしてコーナー入っていきましょう。これ楽しみ、コーナーリングめちゃくちゃ軽やか。いやー、これで走ってる感じはね、ナンバルワン。これしっかりコーナーリング性能も持ち合わせておりますね。130キロっていう軽い車重からこのハイパーエンジン、すごい軽いんで素早くバンクすることができますし、例えばもうほんとノーブレーキでバーンと開けていきながら、もうほんとブレーキもせずこう入っていって、コーナーの途中からしっかり開けていける、これめちゃくちゃすごくないですか。峠道で走らせたら安定度合いもいいですし、コーナーリングはもうほんと最高ですね。 RS125 そのままサーキットに持ってって遊ぶこともできそうな勢いですよこれ。いや、コーナーリング素晴らしい。中盤まで回してしまえばパワー感もそんなパワー不足を感じるほどではないですね。125だから軽いよ、この軽さがいいよな。さあ下りでも行ってみますか、左コーナー。コーナーリングが素晴らしく鋭いのが、ほら、パワー感もねぴったりなんですよね。これね、峠の下りだったらガチで最速狙えるやつですね。1000cc だろうが何だろうがかもれる勢いで走ることができますよ。こんなに安定した走りができるなんて、こんなに安定度を持たせておきつつ、これで 125cc っていうのが信じられねえ。開けていって開けていってね、すっげえ楽しいマシンになってるんで、これ当時 MotoGP のクラスって 125cc のクラスがあったんですよ。この 125cc のクラスで優勝していたのはあのバレンティノ・ロッシ選手なんですよね。バレンティノ・ロッシ選手はこのアプリリアで優勝を重ねてって、そして 500cc にねステップアップをしていったんですけど、このアプリリアの RS125 がバレンティノ・ロッシを育てたと言っても過言ではない、まさにそんなマシンになってるんですね。そんな MotoGP の技術、走行性能を、もうノウハウを全てこのマシンに追い込んでいるマシンになってるんで、なのでこんなに素晴らしい走りができるんだっていう風になってるんですね。いや、さらにこのマシン面白いのが値段も意外とリーズナブルなんですよ。今現代で販売されてるマシンの中では最低で29万円から最高はちょっと高いんですが、しかしそれでも100万円は切るような状態なんですね。もう2035年にはガソリン車の販売もなくなって EV マシンが溢れてるっていう風に言われてますよね。2ストローク
ークに乗れるのは本当に最後のチャンスかもしれないですね。皆さん、アプリリア RS125 という選択肢もめちゃくちゃありなんではないでしょうか。個人的に乗ってて思ったのはね、もうとにかく軽くてハイパワーで楽しい。バイクを操っているっていう感じが最高に楽しいですね。しかしね、このバイクのちょっとデメリットと言いますか、あれなんですけど、ただ走ってるだけで、カウルが割れるらしいです。カウルの耐久性には何がありなのかな。このバイクをこう操ってる感じ。開けていくとね、8000回転以降から排気デバイスが作動して、すっごいパワー感が一気に変わるんですよ。ドカーンというハイパワー。うわーからの怒涛の加速よ。こうやって60キロで4000回転くらいで流していても、これぐらいだったら全然普通に走れますね。今ちょうど目の前に GSX-R1000 いると思うんですけど、見てください、 GSX-R1000 に負けてない車格なんですよ。違うのはタイヤサイズぐらいなんじゃないかってぐらいの大きなマシン。 125cc のメリットってめちゃくちゃあって、まず維持費が安いんですよ。任意保険だってファミリーバイク特約っていうのが使えて、月500円ぐらいで加入することができるんですね。バイクデビューしてみたいという方、2ストロークデビューしたい方、大型バイクを持っていてサブバイクが欲しい、こんな方にぴったりのマシンだと思います。男のロマンみたいなマシン。国産のメーカーの NSR125 だったりとかのライバルはいつの間にか1990年代でいなくなってしまってましたが、アプリリアは最後まで2ストロークを諦めなかったんですね。2008年式まで頑張って2ストロークを開発していた。情熱とノウハウ、そして技術が全て詰め込まれているのがこの RS125 だと乗っていて分かりましたね。しかし皆さん、一つだけちょっと懸念点があるのがアプリリアなんですよ。アプリリアということはね、皆さん念頭に置いててくださいね。もしこのバイクを購入検討されてる方は、覚悟のね準備をしておいてくださいって感じです。34馬力というもうマックスポテンシャル。今の現行のマシン全部鉄フレームだからね。これアルミだよ。もうどんだけ金がかかってるんだっていうマシンなのかもう一目瞭然ですよね。もう感動的といえるこのサウンド、マシンを操る楽しさっていうね、これをねすごく実感できるマシンになっておりますよ。めちゃくちゃ楽しい。この 125cc を超えるマシンって他にあるんでしょうか。っていうかね、乗っていて125だということを忘れるんですよ。この 250cc のフルスケールなのかなって思うぐらいのマシン。アプリリアというメーカーはバイクを本気で作っている、そういったメーカーになっていますね。今回アプリリア RS125 の評価ですが、私の点数といたしましては、125cc だからすごい高出力でめちゃくちゃ乗りやすい。ということで RS125 乗らせていただきました。サイドスタンドクワーして、本当にねもう抜かりない装備、フロントフォーク、倒立フォークにラジアルマウント、そのものアルミフレームがとてつもない剛性感を出していて、チラッと覗くこのチャンバー、これもめちゃくちゃかっこいい。いや本当こんなに楽しい125はね存在しませんね。見た目もかっこよくて大型バイクって言っていいほどの大きな車体。皆さんも気になった方はぜひぜひこの RS125 調べてみてください。面白いと思いますよ。ポンポーン、ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこの前、今からお前ん家に行くからな。